8月31日哀れに来ましたよ、台風ですけど。帰り雨じゃないといいな。はい、前回8月23日に行って、なんか水が逆流してるとか言って東京体育館使えなくて、中野のジム行って、久々の今日は筋トレ行ってまいりました。1週間と1日、8日後に行けました。次回もちょうど1週間後だな。ちゃんと行けるといいですけど、今回ね、自分が悪い、そうなっちゃうのかわかんないけど、なんか頑張れなかった。なんだろうな、チンニングが5回とネガティブ5回、1セット目、次3回かな、4回かな、3回だったような気もする。3回でネガティブ5回、次2回、ネガティブ4回。なんかね、頑張れなかった。なんだろう、無理なもんは無理だった、っていう、チンニングはできなかったんだけど、なんかね、今度はサイドレイズが9キロ、別に余裕は言い過ぎだけど、できるなと思って、次10キロにします。まあ、ただのご報告だけど、綺麗に形も意識して別にできた。いいように言うと、ね、ここ最近チンニングに変えて、ラットプルダウンから。で、チンニング、懸垂用のやり方がちょっと悪かったのか。どうにも腕が疲労困憊だったんだけど、終盤に、アームカールとサイドレイズやってて、もうくったくたで9キロとかもしんどかったんだけど、今日はそこに影響はなかったから、だからちゃんと背中の筋肉でチンニングはできてたのかな。でも数は、そんなにできなくてしょんぼり。まあまあ、いろいろ全部のバランスですね。もっとチンニング頑張って、サイドレイズも一応1段階上げてみます。で、ゆく筋でもご報告した日焼けの上ね、筋肉じゃなくてね、このここの辺が一番痛いだよ、ヒリヒリで。あとここだな、内側のすねが日焼けして以来、シャワー2日浴びたかな。もうシャワーがぬるい、もしくはほぼ水のなら浴びれてね、ちょっとでも熱いお湯嫌だっつってよく避けてたけどね、ジムのお風呂はあっちあっちで、でもジム終わったらお風呂は入りたい、なんか疲れが癒えるし、お風呂目当ても半分ぐらいあるような気がするし、で今日入ったらもうしみしみで、ももとすねが、あっちくてっていうのが最初の15秒ぐらいしんどかったけど、まあ慣れちゃえばね、まあ慣れてお風呂ゆったりできました。まあまあそういうこと。日焼けでお風呂が心配だったけど入れましたというのと、チンニングとサイドレイズのお話でした。リキ、次は頑張るぞ。